はい、京拓です。アミちゃんです。ということで、ちょっとね、お店の前ではなくって、今回は天神橋筋商店街3丁目の事務局に来てます。はい、はい、やってまいりました。で、商店街のお店に何を今しているかというと、アミちゃん何やったっけ、はい、こちらのチラシを、そうですね、私たちがね、出ている動画の三重県の情報を発信するチャンネルを、はい、まあ、チラシをお店に貼っていただこうと。そうです、 PR をすると。はい、ただ今回はお店じゃなくてね、やっぱり商店街の事務局の、はい、まあ、本丸であるね、もうそこを抑えずにはいられない、はい、貼っていただこうということで、はい、今からちょっとね、突撃をしたいと思ってますので、はい、お願いに上がります。はい、ということで、アミちゃん、ミッションは今回お店じゃないから、はい、なかなか何っていうのがないとわからないので、実はあらかじめ私が考えてきました、うん、はい、ミッションを私がやるやつ、はい、そうです、はい、私が考えてきましたので、それを提案して、はい、OK でしたら、まあ、そのミッションをやっていただこうかなと思ってますんで。わかりました。ぜひとも貼っていただけるように、はい、ということでお願いします。頑張ってほしいと思います、はい、頑張ります。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつもいつもお世話になっております。こちらこそお世話になっております。実は小野さん、本当に三重県、はい、いろいろとお世話になっていますけど、はい、ちょっと今回ですね、表さんの方が、はい、今、まあ、天神橋筋商店街の3丁目の、まあ、事務局長か、はい、ということだったんですけども、はい、なんか今回、まあ、ご退任というか、はい、お辞めになられるということを聞いて、はいはい、まあ、私たち、まあ、お辞めになられる前にちょっとお願いをしようかなと。実は今日が最後の日ですか。最後の日に、はい、まあ、このずうずうしいいつもの清田さんちゃんで、もう最後の最後までちょっとお願いしようかなということで、はい、実はですね、あみちゃん、はい、はい、お願いを、はい、こちらですね、清田君&あみちゃんの YouTube チャンネルをの PR チラシを貼っていただけないでしょうか。三重県のね、はい、まあ、僕らが三重県の情報発信をしている動画を、はいはい、まあ、YouTube でいろいろ複数やってるんですけども、はい、それをね、はい、まあ、チラシにしてご紹介したということで、ただ、はいはい、ただね、貼ってくれっていうのはこちらとしても虫が良すぎるので、うん、実はまあいろんなミッションをアミちゃんが達成してかやってみて認められて OK だったら貼っていただくみたいな感じで、はい、ちょっと今新企画とやってるんですよ。で、今回はまあ商店街事務局なので、はいはい、なかなかそのミッションが難しいと思うので、うん、はいはい、私の方で実はアミちゃんにも内緒で、今回ミッションを私が実は用意させていただきました、はい、もしこのミッションで、はい、OK だったら貼ってもらえるか貼ってもらえないか、それを見て、はいはい、結果見て判断いただければなと。分かりました。もしどんなもんですか、それよろしいですかね。そういう、はい、いいですよ、いいですよ。まあ、今日がですね、表さんが事務局長としての最後ということで、はいはい、実はミッションも、まあ、それにふさわしいじゃないですけど、はい、実はね、今回ご用意、私がご用意っていうか用意させていただいたミッション、ちょっと受け取ってください。はい、はいはい、それは、はい、これ色紙なんですけども、はい、はい、表さんの似顔絵を今からアミちゃんに描いていただこうと。これに表さんを記念に持って帰れるな書いていただこうと、はい、これアミちゃんにも全く言ってない。絵描けんの小学校の時ポスターとか書いてましたけど、いや、ちょっとこれをリアルガチでも時間も取れないので、はいはい、重さも忙しいですから、はい、ぜひ、せっかくですので、ちょっとこの場で似顔絵を描いていただいて、はい、その似顔絵を見て、うん、満足していただけて、はい、その結果あれから貼っていただけるかなと。わかりました。貼っていただこうかなと。よし、いうことで、はい、じゃあ、あみちゃん、真心を込めて書きますのでお願いします。お願いします。じゃあ、よろしくお願いします、アミちゃん、完成。はい、しました。ということで、表さんもちろんまだ見ておりませんと、はい、で、一応100点満点中何点かと聞かせてはいただきますが、はい、またそれとは別に、まあ、先ほどのチラシを貼っていただけるかどうか、ここ事務局にということをお聞かせいただけ、答えは、はい、もうここはもう
シビアにご判断いただければいいと思いますので、はいはい、じゃあそれで早速表さんに渡してみていただきましょう。はい、はい、じゃーん、じゃじゃん、お願いします。顎が長いな。え、シュッとしてるんですか。シュッとしてるとこ出したくて。似てるですよね。親父に。え、亡くなった親父に似てる。じゃあいけないって言ってました。ちょっと横並べて。はい、どうですか。あ、どうでしょうね。似てますよね。似てるって言うしかないわな。似てます、はい、じゃあ尾本さん、はい、あのそれを持っていただいて、はい、今回 の、まあ、あのまずは点数を一応お聞きしたいと思いますので、はい、あの100点満点中何点でしょうか。はい、85、やった、85点、はい、いいぞ。おということはまたそのチラシは、はい、はい、このチラシは、チラシは、じゃあ、じゃあ、やったー。あ、ということは貼っていただけるということでよろしいですかね。やった。やります。優しい。これと一緒に貼ってみましょうか。それ、大野さん、すいません、あのお家に貼るんじゃありませんからね、チラシは。ここです、ね。はい、チラシは、あ、うん、ここだけ。はい、目立つところに。はい、貼っていただければなと思いますので、はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、アミちゃん、はい、あのまあ尾本さんにはね、いろいろ三重県のことで、いろいろこの天理橋商店街三丁目のことでね、はい、事務局として非常に、うん、まあ、お世話になったんで、はい、ちょっとだけアミちゃん一言だけ、あの清拓＆アミちゃんを代表して、はい、アミちゃんからちょっと尾本さんに、はい、本当にちょっと簡単にでなりますけども、送る言葉ということで。はい、本当に表さんがいなかったらこんなにあの天理橋商店街さんと三重県がつながることもなかったと思いますので、すごいこう橋渡しをねずっとやっていただいて、もう本当に感謝してます。もうあの感謝の言葉はちょっと私の語彙力では表せませんけど、はい、本当に感謝してますし、はい、なんかずっと一緒にもっと一緒に、うん、あのやりたかったです。忘れないでください。私たちも絶対忘れません。これをもらった限り、はい、ずっと飾って毎日見てください、はいはい、本当に忘れないでくださいね。忘れません、はい、また来ますから。おもちさん、はい、私大好きですから。ありがとうございます。はい、あ、それはちょっと、いや、ハグで、ハグで、もう気持ちはもう気をしてますから、はい、本当にありがとうございました。じゃあお元気でありがとうございます。おもちさん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。お元気で、またあの、はい、ぜひ天神橋筋商店街3丁目で、はい、ぜひお会いしたい、はい、お会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。